ピーちゃん来てる。今しながら。もう私おじいちゃん三人暮らし。おじいちゃん何を。あ、もういらないですね。明らかに仕上がってんかったんだいぶで、あ絶対それからバタンやろ。いや男らにはね、ここより前からだともうこうって全然できないな。その一歩でですか、うん、私も余裕で頼んどかだからちょっとかでもやだな。いやいやいや直しとかな。確かに怖いな。どうしよう。私もめっちゃ下げようかな。あ、でも前からでもできる。そうかな、そうかな。そんなフラッピーか。やばい。言うよ。明日っていうのもありますけど、もうだいぶ忘れてない。明日だけ、明日だけ。明日でも行けないかもしれない。あいうのは、わしいから、この人で試合行けないよ。ちゃんとなんかこう、手を上に上げてよいわよちゃんと効いてるかって言ったら微妙やねんけど、ちゃんとこれがこう回転してるから、あ、回れるあー、このストレッチ久しぶり。そう、
というのが変わってへんかったら選べるかもしれない。もう一回ユーロで飛ぶけど、もうラージしか飛んでないんで、長岡のやつ。このラージとラージも全然ちゃうかなと思って。でもなんかユーロ多分今の電柱の制御とかの具合から言ったらラージの方が分ないと、もうちょいちゃんと制御できるような使いじゃないと、はい、ユーロは回りすぎて怖いって。まあ、飛んでみて、明日飛んでるんだったら飛んでみる、明日飛んでるんだったらな、もしかしたらめっちゃユーロが合うかもしれない。会場の見方とかは大丈夫か、確認してるか、会場の方法です。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 そんな優しい誰も言われたら、そんなに言われてんねんから、バス出るか出ないか、出へんかったら西向こうで降ろす。今日出へんの？じゃあ降りてみたいな。出へんの？じゃあ降りて。出る人しか乗せてない。時間考えたらバスで降りてくるから。まだ今の時期あるかな、30分。今調整中。早いんじゃない？暑いかも。そう。ちょっと早いんじゃない？変えたらさ、水だけで汗だくな。この子らは会場行ったことないので、ちょっと当日とどうやって行くかとかちゃんと相談しておいて。駅からバスに行くのか、フォークスクリーンしようかな。めっちゃ天使だよ。あ、4秒前は。起き上がりで 0.1 分の 2.2 分だから、誰やから4分。わざわざ行ってお前払うの？フォークスクリュー。フォークスクリューってあるのかな、トランポリン。いや、俺行かない、行かないたち。タイヤ乗せてもらえるで。
一回行ったことあるけど、もう無理。一回行って、帰ってきた。バス長蛇ができたのに、1時間に行ってほしいから。すごい。すげえ。いきなりに。解散とかなくて、両ヘッド。あ、そうだよ。今は、学んでバイトしてる。でもやんな、あの時点で言ってた。恥ずかしい。何人電車行くの？あと電車行くの人いいのか。わからんな、あれ初めて行ったらわかんない。